ゴロちゃんとこ行けっていうやつだったんだよね。じゃあゴロちゃんとこ行きますか。ゴロちゃん仲間になって。あんな行かれた人はそうそういないからな。あ、この斜めのところが闘技場なのね。あれ、でもこっちにも人がいたのに、こっちに人いなくなった。入れるの？入れるらしいよ。こっちは何？お食事？あ、闇カジノでございました。ブラックジャックとか、ブラックジャックとか ポーカーでした。こっちは？こっちはメダル交換。なるほど、闇カジノだったのね。入り口入れなかったんだよね。なるほど、色町と闘技場とカジノと、そういう場所なんですね、この賽の河原はね。ただ花屋に会いに行きたくなっちゃうね、そうなると。花屋何してんだろう。はーい。お、返事してしまった。危ない危ない。よし、ゴロちゃん。お、ゴロちゃんいた。おい。おい呼ばわり。おう。戻ればいいのか？え、そんな簡単に戻るの？いや。あら。ああ？あ？うん。収まる器じゃないことは知ってる。お？手助けせいっていうことか。ああ。キリュウちゃんの頼みやからな。組の力半減やな。いや、ちゃんと知ってるんだね、その内情は。お、なんかでもなんだかんだ言ってね、このゴロちゃんバカじゃないからね。何？あれ、それがおかしい。なるほど。寺田のことは好かんかったわ。 そうだったの。ん？あ、そうなんだ。五代目会長は寺田を信用してなかったのか。せや、やつは周りで言うほど立派な極度やなかったわ。どういうことだ。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木も？そうや、若頭代行なんぞ言うとるが、実際はお飾りや。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組み割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。ま、人の腹ん中までは探れへんちゅうことや。ケルちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかんの。キュウちゃん、ああ食われた。チッ、またかいな。連中もしつこいな。なんだこの警報は。現場に不審な侵入者が出た時に鳴るようになっとるんや。最近そういう輩が多くての。一体何なんだそいつらは。うちのカムロ町ヒルズ計画を奪い取ろうとしてる連中や。ヒルズ計画を？
奪い取る。親父、大変です。待て、奴らです。どうしましょう。そんなん追い払うに決まっとるやろが。また人暴れするで。準備しとけ。はい。うちに何度も喧嘩売るとは、ええ度胸やないかい。本当、五郎ちゃんに喧嘩売るのは怖くてできないよね、そんなの。本当に あれ、まさか五郎ちゃんの方のそのゲームの方に行っちゃう。ほう、結構おるやないか。敵さんも本気出してきたの。で、どうするんだ。この人数相手だ。何か策はあるのか。決まっとるやろ。片っ端からぶん殴るだけじゃ。ぬう西だ。はっ、大丈夫なら俺も手伝うぜ。キリュウちゃんも。ああ、やった、キリュウさんがいれば百人力ですよ。よかったっすね、親父。いや、あかん。え、これはうちが仕掛けられた喧嘩や。関係ないキリュウちゃんは手出し無用や。で、でも。うるさいわ。とにかく手出し無用って言うたら無用なんじゃ。それとも何か、わしらだけじゃ奴らを倒せんとでも言うか。ああ、いや、そんなつもりじゃ。事情は分かった。だがそれでも俺は手伝わせてもらうぜ。あ、なんでや。兄さんはさっき困ってる俺に手貸す約束してくれたじゃねえか。それなのに俺が兄さんが困ってる時に手貸さねえわけにはいかねえだろ。いや、かっこいいね、キリちゃん。あんたの男気に応えてんだ。悪いがもう断っても無駄だぜ。俺がそういう男だってこと、あんたなら十分知ってんだろ。しゃあな。なら、キリュウちゃんには手出さずに手貸してもらおうかな。どういうことだ。キリュウちゃんには現場監督になってもらうわ。現場監督。そう、現場監督や。マジマジャパンのキリュウ監督や。全然話についていけないんだから。実はの、奴らの目的はわしらを倒すことやない。うちの施設を破壊することなんや。施設を。さあ、うちの施設ぶっ壊してヒルズ計画頓挫させて最終的に奪い取ろうっちゅうんが奴らの狙いなんや。なるほど。なら施設を壊されずに奴らを追い払う必要があるわけか。その通りや。せやけどわしらは防衛戦が苦手でな。つい目の前の連中殴るのに夢中になって施設守るのを忘れてまうんや。せやから、キリュウちゃんには施設を守りつつ奴らを追い払えるように全体を見て指揮してほしいんや。あ、なるほど。やっぱりこれゴロちゃんのゲームの方の練習かな。そんな経験ないからな。わしの男気に応えてくれるんやろ。しっかり頼むで。全ては監督責任やからな。わかった。親父、奴ら来ますよ。ちょっとや、行くで、キリンちゃん。おう、マジマ建設業務開始や。後ろの連中喜んでるけど。さあ、何するゲームなの結局。見ててくださいね、親父。
何をどうするんだろう。え、何これ、クランクリエイター。え、キリを現場監督とする真島建設とカムロ町ヒルズ計画乗っ取りを行う悪徳不動産、2つの組織が入り乱れて戦う施設防衛バトル、的確な指示を与えて処理に導こう、従業員を集めて育て上げろ。まずどういうことですか。わあ、やっぱりそうだよね、なんか三国大戦みたいな感じ。海戦、まあ、まあ守りきれ。え、どうしたらいいの。じゃあこういうこと。これも動かせるの、動かせないの。あ、やばい、こいつを狙ってくれ、こいつを狙ってくれ。敵撃退、もう何もしてない、よくわからない。評価 A、 A なの。あ、第2波が来る。うわ、分かれてる。よし、いい調子だ。こいつをどうやって動かすの。こうすること。ああ、終わってた。まだ動かし方が分かんないな、まだ。このまま守りきれ。一箇所だけで。見ててくださいね、親父。防御の極み。敵撃退。なんだかよくわかんねえな。キャッシュってのが左下なのね。よし、いい調子だ。ここにいた方がいいってことか。こいつ狙ってくれ、こいつ狙ってくれ。トラック狙われてんのか。なんか強いのが出てきたの。このまま守りきれ。竜巻殺法。他のも使ってみるか。爆弾の極み。わ、なんかすごい技使えてる。あ、ダメだ、あいつ敗走した。いくで。まだ使えない。お、倒せた。真島建設、本日の業務は完了だ。あ、でもゴロちゃん瀕死だったんだ。なんだこれ。キリちゃんは歌わかんないからな。よくやったお前ら。真島建設社かって感じですか今の。評価 A。 クリアボーナス30、37、これが社長賞とかやつ、事務所に送る。
プレイスポットで30回遊ぶってこれプレイスポットだったのこれ。なんだかややこしかったね。これで片付いたかな。やるやないか、キリュウ監督。采配やったで。なかなか難しいもんだな。ブラボー。いやー、やっぱいい会社じゃん、マジバ建設ってさ。お、何やってんの？あんた誰だい？初めて見る顔だな。いや、こっちは何度も見た顔だけど。お前こそ何者だ。おっと、自己紹介が遅れました。敵なのね。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。ああ、武藤不動産代表取締役武藤刑事。武藤不動産まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね、真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくってさ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中や。いや、それはなかなかな連中。真島さんも堅物だよね。いくら金積んでも OK してくんねえんだもん。お前らに触れてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ふーん、まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。なあ、長野。ああ、長野までいる。ギャングチーム、カラーズ、総帥。俺のパートナーの長野だ。この辺で一番でかいカラーズっていうギャングチームを束ねてる。よろしく頼むぜ、真島さんに。キリュウさんだっけな。建築会社も一つや二つ、うちの下っ端連中だけで処理できると思ったんだが、とんだ勘違いだったな。あんたらなかなかやるじゃねえか。肩着にしとくのはもったいないぜ。いや、肩着じゃないからな。そうだな。あ、もしよかったら知り合いのヤクザ紹介するぜ。転職するか。残念だが間に合ってるんだな。あ、確かに間に合ってる。あ、そう。まあいいか、今日はご挨拶もできたし、もう帰るか。ああ、こんな助っ人が出てきたんだ。こっちも何かしら策を打たねえといけねえんじゃねえか。策ねえ。例の三重師にお願いするか。俺は好きじゃねえけど。三重師っていうと、あんたらも三重師だけど。地上げ三重師聞いたことねえか。じゃあそりゃ。そんなん聞いたこともないわ。あんたも建築会社の社長ならそれくらい覚えておいた方がいいぜ。まあすぐに会えるかもしれねえから、楽しみにしとけ。もう帰ろうぜ長野、腹減っちまったよ。おう。おい、真島建設。ああ、遊びはこれまで、次はマジで行かせてもらうからな。ふん、上等だ。こっちも本気で行かせてもらうで。三重師だかなんだか知らんが、まとめて相手したるわ。ヒルズ計画は金のなる気、お前らなんかには荷が重すぎんだよ。覚悟しとけ。お前ら来たにしてやるか。覚悟しときな、こら。すまんの、ケルちゃん、面倒なことに巻き込んでしもうて。兄さんには世話になってるんだ。これくらいお安いご用さ。あんな連中にヒルズ計画の邪魔させねえ。帰り討ちにしてやろうぜ。そやな。なんや、久々にキルちゃんと共闘できると思うとヒートばかりワクワクしてきたわ。よっしゃ、このカムロ町ヒルズ予定地に奴らの血の雨降らせたるで。
桐生監督率いる真島ジャパン、真島建設に就職どんなトロフィーだよ本当に。え、まだ続く。すみませんね、三重市の皆さん、今日はお集まりいただいて。おう、うわすげえ三重市来たな。お前らが俺たちを誘うなんて珍しいじゃないか。てっきり嫌われてるかと思ってたのによ。おお、有限会社長州企画代表取締役長州力。嫌ってるなんてそんなわけないじゃないですか。大先輩方尊敬してますよ。そんなことはどうでもいい、早く予見を言え。こっちは天竜工業代表取締役天竜源一郎天竜さん相変わらずせっかちだな。でも何喋ってるか聞こえてやった。今日お集まりいただいたのは他でもない、田室町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。田室町ヒルズ、おお、いいじゃねえか、カニの匂いがするな。有限会社藤波、藤波辰巳。なんだそのなんとかヒルズってのは、そんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえぞ。ほう、いいじゃないか、その計画ぶんどっちまおう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？町の M 党が俺たちに頼むってことは、相手が一筋縄じゃいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、その通りです。ヒルズ計画を請け負っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で、あ、ちょ知ってるのね、島野の狂犬と言われる武道派だそうで。へえ、そんなやつが建設会社なんかやってんのか。人生いろいろだな、おい。そしてその真島の側近、あ、じゃあ一馬ちゃん、桐生一馬も知ってたのね。こいつはなんと東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の極道です。桐生、どうした天竜。いや、なんでもねえ。要はその桐生ってのと真島っていうのが手に負えないから、俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒して神室町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる木、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。俺はやるで、金になるなら何でもやる、それが俺のスタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。一応俺もドラゴンと呼ばれてる男だからよ。おお、ドラゴン対決か、そりゃ楽しみだな。長州さんは最近真剣な案件ばっかでな、歯応えのある相手を探したんだよ。堂島の竜に島野の狂犬、面白そうじゃないか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。天竜、お前はどうする。最近地上げはやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってなら話は別だ。その話乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三重市の皆さん、よろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げますんで。
あ、競争にした。うちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。ふん、誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろう。早速準備しねえとな。お前らには悪いが、報酬は俺がいただくで。腰上げるぞ、腰上げるぞ。でも全員何喋ってるかはちゃんと聞こえたね。もう何言ってるか分からなくてもいいぐらいなんだけど。さあメインストーリーは続けましょうかね。これで多分もうあれなのかな、あのゴロちゃんの方のストーリーもやれるのかな。どうなんでしょう。よいしょ。じゃあちょっと建設現場からお伝えしました。よし、じゃあ次回メインの方やろうかな。ゴロちゃんの方やるかどうかちょっと決めてません。まあ次回お楽しみにということで、ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。